ポコラの大冒険。ドモラを倒して、ポコラたちの国を守るのだ。ポコラやホモラの醜い心の塊でできたドモラが、四つの国を壊そうとしている。火、水、風、大地の国を襲ったドモラを倒すために、立ち上がったポコラたちの旅が始まった。水の国のポコラ、アクニ。誰にでも優しくできて、みんなを優しい気持ちにできる。それが水のポコラ。火の国のポコラ、イグニ。みんなを励まして、いつも明るく元気がいい。それが火のポコラ。大地の国のポコラ、テライ。みんなから頼られるしっかり者。自然と共に生きる。それが大地のポコラ。風の国のポコラ、シルフ。風のように自由に生きる。お友達を大切にする。それが風のポコラ。どうすれば四つの国を助けることができるでしょうか。四つの国、火、水、大地、風の昔の音楽を演奏する音楽会をすると、四つの国に平和がやってくるのだ。イグニ、アクニ、テライ、シルフ、音楽はあなたたちの中にあります。私は、〇〇のポコラとみんなに私の音楽を届けたいと強く願ってください。私は水のポコラ、私の中には流れるような綺麗な音楽があります。私は火のポコラ。私の中には燃えるような熱い音楽があります。私は風のポコラ。私の中には風のような爽やかな音楽があります。私は大地のポコラ。私の中には大地を伝わる力強い音楽があります。自分の音楽に自信を持ってくださいね。あなたたちの素敵な演奏で四つの国全部に平和がやってきます。さあ、今から音楽会が始まります。ポコラたちの心のこもった演奏を聞いてください。皆さん、ぜひ私たちの演奏を聞いてください。もっと詳しく、ポコラの大冒険を知りたい人は、QR コードを読み取ってね。